Talk to me like you have lost respect for me. Acting up in front of all my friends, oh no. I don't like your tone. 皆さんこんにちは、アンナです。ということで今日はまたちょっと久々になっちゃったんですけど、メイク動画をパパッと撮っていきたいなと思っております。今日はちょっとお仕事が夕方からあるんですけど、そう、特にねメイクの縛りはなくて、自分なので自分の最近のお気に入りのねメイクを皆さんに紹介しようかなって思っているんですけど、最近ハマってるのが2つあって、1個は目元を割と濃くラインとかで囲ったりとか、シャドウを黒いのにして、でチーク入れてヌーディーなリップするのと、あと3つあったわであと2つ目がチークをめっちゃ濃くするっていうのにハマってて、とにかくチークをめっちゃ濃くするっていうのにもハマってるんだけど、最近はちょっとまた赤リップとか暗めなリップ、リップを主役にするっていうのにもちょっとハマってて、なんかこういう暗い赤とか、あとこの真っ赤、なんかもうリップをとにかく主役にするメイクにもハマってるから、ちょっとどれを今日はねやろうかなって思ったんですけど、今日は格好も割と暗めで、最近髪もね黒髪にして、どうしようかなって思った時に、こうリップを主役に持ってくるメイクを今日は紹介しようかなと思っております。では早速メイクしていこうと思います。はい、じゃあまず最初にこれをやるとめっちゃいいのでちょっとやっていきますね。韓国で出会ったこれメイク落としの、私がさもう超絶賛してるメイク落としがあって、これ超メイクが一人なんだけど落ちて、落ちない、めちゃくちゃ落ちないで有名なメイベリンのリップもこれだったら一吹きで落ちるんだけど、それのやつのピーリングトナーパッドっていうのかな、ピーリングパッドっていうのをまずさーっと、超ねこれね私の大好きなティーツリーの香りがして好きなんだよね。デコボコしてるからこれで肌を一回ね綺麗に整えます。このティーツリーの香りがさ私めっちゃ好きなんですよね。うん、なんか大自然の木の匂いって感じ。ティーツリーの香りめっちゃ好き、めっちゃいい。でこれをしたら、もうみんな大好きなこのウォン・ジョンヨのモイストアップレディスキン、レディスキンパック CR、 これをお肌にのせます。これをこのね、超ちょうどいいサイズ感なんだよね。ピタピタって。で、次この1枚を手でちぎれるから、もう私は手でちぎっちゃうんだけど。こうやって適当にやって、お鼻、鼻のところにもパックして、で、こっちはおでこ。こんな感じでちょっと部分パックをね、します。これすると化粧のりがね良くなるのよ、めっちゃ。一旦ねこれで放置させます。で5分ぐらい置いたら取ります。これね本当にめっちゃいい。肌が整ったらこの上からメイクしていきます。で今日まずファンデーションで使うのはこのバイユアのクッションファンデ、バイユアセラムフィットフルカバーグロークッション23のサンドっていうちょっと暗めなカラーです。今ねちょっとモルディブ先週行ってて、頑張って日焼け対策したけどちょっと黒くなっちゃったから、ちょっとファンデ明るいかなって感じだけど、でもまあ、これをちょっとクッションファンデはだいたいこう肌にバーって伸ばしてから叩き込む感じでやると馴染みよくなる気がする。でこのクッションファンデも SPF50 が入ってるので、日焼け止めは塗らないです。バイユアの本当にコスメめちゃくちゃ良きです。出会えてよかったなって思う。なんかこのクッションファンデは本当薄付きなんだけど、
ツヤの出方も超ちょうどよくてタイプです。私は結構ねクッションファンでね、私の場合ね当たり外れがあるっていうか自分の肌に合う合わないがあるんですけど、バイユアはめっちゃ合う。だからなんかクッションファンだからって何でもいいっていうわけじゃなくて、やっぱ合うやつを、それはそうだよねって感じなんだけど、このねなんかパフもねめっちゃいいんだよね。肌にすごい馴染んでくれる。なるべくさ自然な感じでねやりたいじゃんね。クッションファンで叩き込んでる時めっちゃ好き。カバー力もねしっかりあるんですよねこのクッションファンで。そしたらこれもめちゃくちゃいいんだけど、クッションファンでした後ってさなんかちょっとベタつく感じがするから、やっぱお粉をしたくなるんだけど、なんかなんて言うんだろう、クッションファンデの上からお粉しちゃうとさ、結局このせっかくクッションファンデで出たツヤがなくなっちゃうのが心配なんだけど、このバイユアのから出てるバイユアセラムフィットルースフェイスパウダー02パールっていうこのフェイスパウダーは、そのバイユアのクッションファンデは人気なんだけど、やっぱりその上からお粉したいっていう人が多いから、その人たちのために作られたみたいなんですけど、クッションファンデで出た綺麗なツヤを残しながらもお粉をできるっていう、でもね素敵なお粉なんですよ。でちょっとパールが入ってるからちゃんとお肌がね綺麗にお粉をしたのに輝いてくれるんですよね。これこのセットがマジで私はおすすめです。お粉をするとさ眉毛とかシャドウとかも描きやすくなるから、はいこんな感じでクッションファンデとお粉だけですごいね整うんですよ本当に。はい、そしたらリップクリームを塗りたいんですけど、最近出たプラダビューティーのオプティマイジングケアっていうリップバーム、この段階で塗っておきます。プラダビューティーはこの色付きのリップももちろんあるんだけど、見た目がねマジで可愛い、めちゃくちゃ可愛い。そしたら眉毛に移るんですけれども、眉毛は私とゆりなちゃんがプロデュースしているエピソードビューティクスの眉毛、これはね3色カラーがあるんですけど、私は真ん中のカラーウッドっていうカラーを使っております。めっちゃね色もいいしね、ほんと描きやすいんですよね。もうね私はこれ以外本当に使えない、浮気できないっていう感じ。硬さもちょうどよくて、本当にブラシの方で溶かすとペンシルでもパウダーっぽくなるのがこのアイブロウペンシルの特徴です。みんなさんは最近何してましたか？2024年でもう3ヶ月、まあもう経って4ヶ月目に入ろうとしていると思うんですけど、どうですか？びっくりだよね、時の流れの速さが時の流れの速さにびっくり。いやなんか実は3月の21日に今年の結婚記念日を初めて迎えまして1年経ったんですね。それがなんかすごい早すぎて、なんかお付き合いしてた時の1年と結婚してからの1年が全然違ってね、速さが。なんか付き合ってる時の1年はなんかすごい長く感じて、1年付き合ったみたいな気持ちだったんだけど、なんかさ今回は結婚してからの1年がもう秒速で過ぎていって、へえもう1年経ったんだあの日からみたいな気持ちでした。なんでなんだろう。はい、で眉毛ちゃんかけたらこのアイブロウフィクサーっていうやつで、透明の眉マスカラで眉毛をちょっと立ち上げて、海外のねモデルさんみたいな眉毛にちょっとパキッとかっこいい感じにしたいと思っております。でもほんと今年がもうさ3ヶ月も経ったっていうことがびっくりですよね。もうそんな経ってしまったんだっていう、早く今はね春と夏が来てほしいなっていう気持ちなんですけど、やっぱり春は花粉が毎年しんどいって感じ。はい、眉毛完成。そしたらシャドウに移るんですけど、今回はちょっとモードな感じのねにしたいので、シャドウはちょっと薄めというかさらっと描きたいので、このヒンスの
パレットを使うんですけど、ヒースのニューデプスアイシャドウパレット 08B マジカルっていうアイシャドウパレット、これねめっちゃいいんですよね。こんな感じのアイシャドウパレットで、この肌に近い色、この2色を使っていきます。コアンカラーマットな感じで、この、ね、2色を今混ぜてる、混ぜてのせてるって感じです。もうこんな感じ、アイシャドウはこれだけ。これしたらもうねビューラーに移っちゃいます。ビューラーは資生堂のビューラーをね、キューピッツファンの方にいただいて使ってるんですけど、まずビューラーをねライターで温めます。これ必ずねこれで確認してください。これで上げるとまつげがめっちゃ上がるんですよ。そしたらマスカラは、マスカラもですねアイブロウと一緒で、自分たちがプロデュースしているエピソードビューティクスのアイマスカラを使っていくんですけど、こっちがマスカラ下地で、こっちがあの普通のマスカラなんだけど、このマスカラ下地を使うと、私まつげめっちゃ細くて短いんだけど、それがあの太く細くなって、あ太く長くなって土台ができて、でマスカラを塗るとめっちゃねまつげが、自分のまつげが信じられないくらい伸びて綺麗になるので、下地を使わなければお湯オフなんだけど、下地を使っちゃうとウォータープルーフになるっていう感じなんですけど、私はもう必ず下地使いたいタイプの人だから、使わない日はないって感じかな。結構繊維が入っててね、こんな感じでわかるかな、このまつげよりあの白くなってる部分が下地で伸びてくれたところって感じです。こっちが地まつげなんだけど、明らかに下地してる方が伸びてるよね。こんな感じ。はい、そしたらマスカラを塗っていきます。下地を塗った順に塗るともう乾いてるから、下地を塗った順にやるといいと思います。このねマスカラのカーブもめっちゃいい感じでね、目にね沿ってくれるんですよ。最近マスカラしてる時間が一番楽しい。縦にね塗るとね結構束感が出るって感じ、マスカラのこの筆を縦にするとこんな感じ。自分ではねこれ信じられないくらいまつげがね伸びてるし立ち上がってるんだよね。私マジでまつげ短いから、本当にマスカラ次第ではもう全然ダメじゃんみたいな、こんなんならない時があるの。こんな感じでマスカラ頑張ってやっていきます。はい、マスカラこんな感じでバサバサになったら、ここからがなんと竹串でもっともっとぶち上げます。竹串をめっちゃ熱くしたやつを、こやけどに気をつけてほしいんだけど、当ててもっともっと上に上げる。ホットビューラーみたいな感覚で考えてほしいんだけど、ホットビューラーだと熱熱さが足りなくてこんなに上がんないんだけど、このライターで炙るやつだと熱がめっちゃ熱くなってすごい上がるんだよね。最近韓国のメイクさんとかがやってて竹串有名になったかなって思うんだけど、この間韓国でメイクしてもらった時は韓国のメイクさんは綿棒でやってた。うん、そしたら下まつげも、下まつげもやったら、まつげはこんな感じ。うん、私の中ではめっちゃ満足です。でもエピソードビューティクス以外でこのまつげになれたことはぶっちゃけないんですよね。たまにピンセットでね整えてあげるとより綺麗になるっていう感じ。こんな感じでバサバサまつげになったらアイライナーを引きます。もうこれ以外浮気できないって感じなんですけど、キャンメイク、このクリーミータッチライナーのブラックを使っていきます。マジでねこれが最強なんだよね、本当にストックしてる。でこれをもうインラインからバーって
でメイクさんが使ってて出会ったんだけど、さすがメイクさんやね。でそしたらラインはもうここを引っ張ってもうクリーミータッチライナーで描きます。割と長く描くのが好きだから引っ張って描くと描きやすい。そしたら陰影をつけていきます。これを使います。トゥークールフォースクールのアートクラシックス by ローディシェーディング。ちょっとね多分これ何色か色があるんだけど、私は結構使っちゃってるんだけど濃いめの色を使ってます。でこれをシェーディングブラシにバーって取ってここに入れると小顔効果が出るのでここに入れます。で反対にも。そしたら次は鼻のノーズシャドウの筆で鼻に入れていくんだけど、私鼻がめっちゃコンプレックスで自分の鼻好きじゃないからノーズシャドウで作るんですけど、大事なんだよね。まずここ三角に入れるじゃん。ちょっと薄い色で眉下まで入れると彫りが深く見える。入れますね。そしたら鼻先にちょんちょんちょん V を描きます。そしたらハイライト。ハイライトはこのジバンシーのこのハイライトを使うんですけど、プリズムディーブルスキンケアリングハイライターローズエクストラバンガンザっていうやつをまず鼻私は長く見せたいので縦に入れるのと鼻先、あとここにも入れると鼻がよりね高く見えるのでこういう感じに入れるのと、もちろんほっぺにもツヤが出てほしいのでほっぺにもツヤを出して、あと口先と顎、あとこの眉毛の上高さが出たらいいから塗ってこれをなじませます。光を入れていくって感じだね。このハイライターねめっちゃねなんかこう自然になんか超ハイライト入れてますみたいにならないのがめちゃくちゃ推しポイント。私の中でなんか綺麗に発色してくれる感じがすごくある。ツヤっとキラッとさせてくれる。こんな感じでハイライト入れ終わったらチークをちょっとだけやりたいんだよね。チークは今回はいつも私こうクリームタイプを使うんですけど、今回はちょっと粉のチークを塗りたいと思っておりまして、このシャネルのこのチークめっちゃいいのでこのシャネルのチークを使うんですけど、ドゥスールデキノックス798ベージュロゼエモブーブっていうカラーで、こんな感じで結構口元に主役を持っていきたい時のチークのカラーにもってこいな気がする。ちょっとね濃いめの、まあ、赤っぽい感じなんですけど見た目通り。で私はこれちっちゃい筆でチークを塗るんだけど、ふわっとあんまり濃く入れちゃうとなんかあのリップも入れてトゥーマッチみたいな感じになっちゃうから、血色よく見せる程度で入れるのがすごくこれいい感じに出てくれる。あんまり濃すぎず本当に血色がよく見える感じにチークを入れたら、こっからが主役のリップの出番です。そしたらこれもシャネルのリップなんですけど、シャネルのルージュココブルーム160番リップスティックのタイプで、結構ツヤっぽく出る感じのカラーです。暗真っ暗って感じになるのかと思ったら、ちょっとラズベリー ローズなんて言うんだろうな、ブラックチェリーみたいなカラーだなって思います。私は結構濃く入れるのが好きだから重ねちゃう。はい、リップはこんな感じ。こんな感じ。私は結構リップをこうやって主役に持ってくるのに最近めっちゃハマってます。であえてカラコンもせずにこの目元はナチュラルで
唇が結構ハードな感じがこう最近のタイプで、肌はこうパンと明るく白くしてという感じ。完成です。髪の毛もやっていこうと思うんですけど、こういうちょっとモードな感じのメイクの時はもう完全にストレート、このキヌジョ、私が使ってるヘアアイロンはキヌジョっていうヘアアイロンで、超速攻温まるのが良いポイントで、170度でちょっと厚めかなつけていくんだけど、ブロッキング絶対します、ストレートアイロンにするとき。でブロッキングしてちゃんとストレートになるようにアイロンスーッと入れます。ツヤが出るようにね。もう超ストレートで、ブロッキングするときは私は3回に分けます。トップの部分と真ん中と、まあ、さっきやった一番下に分けます。でちょっとこういうレイヤーが入ってるところはもうがっつり内巻きに入れる、こんな感じ、こんな感じ、毛先までしっかり。で最後トップ、トップが大事なんだよね。で前髪もちょっと立ち上げて、この辺のレイヤーをね、そしたらこの辺のレイヤーを口に入れる、うん、こんな感じ、こんな感じですね、こんな感じ。で最後ブラシで通して、なんか癖っぽくなってるとこないかなって見て、はい、こんな感じで完成。はい、ということで今回はリップを主役にしたムードメイクの紹介でした。ってな感じでですね、ちょっとメイク動画久しぶりになっちゃったんですけど、こんな感じでちょこちょこメイク動画も出していきたいなって思っているので、皆さんぜひぜひチャンネル登録して待っててください。次どんなメイクしようかな、また次回出るメイク動画も楽しみにしててください。バイバーイ。このリップマジでいい、超おすすめ本当に。